お疲れ様です。今日も終わりましたね。なんかいつもと雰囲気が違うでしょ。ダンディーだべ。めっちゃダンディーでしょ。で、俺ちょっとさ、はい、モノモースじゃないんだけどいい？モノモース、うん、はい。あのいや、レイバンでしょと。はい。あ、やっぱ男は魂でしょと。うん。いや、レイバンどうしたみたいになってっけど。いや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 、両方でしょ。あ、でも最上級はレイバンをかけてその魂震わせるみたいな感じだけど、やっぱさ、もしかしたらこの環境のセッティングかもしれないなと思って今日こうなってんだけど。どう、伝わった？いろいろ。でも今日、うん、この暗くしてからコントロールルームの方でやって、ええ、なんかかっけえなと思って見てました。あ、ほんと？マジで？俺最近みんなに言われるの、髪の毛伸びたねって。全然関係ない。やっべえっつって。だからなんか早く伸ばしたいから嬉しいなみたいな。いやー、でも多分人生最後の論言なんじゃないかな、これ。そうなんですか？うん、にしようかなと思ってます。ポーズですか、次は？じゃあなんでいきなりポーズな？ちょっとしないしないしない。でも分かんない、多分最後のロン毛かな。うん、うん、染めたりはしないです。もっと真っ黒にやすっかもね。ああ、やっぱね、黒髪がくいっしょ。いや、トークライブも終わって、はい、そして今日の収録も終わり、はい、また次のトークが始まるわけですよ。そうですね。うん、うん、いける気しかしない。ところで、ところで、本当にさっきもラジオのあれで話したんだけど、前日に告られちゃったらどうしようね、俺も。12月23日に、うん、もしちょっと呼び出されて告白されて、あ、直接言われるのすっげー嬉しい。あれ、今まで告白された時はでメールとかだったんですか？メールとか電話とか。いや、そんな告白されないでしょうよ。すると、する、俺もう恋愛経験あんまないです。まあないですけど、私も、うん、お互い様ですね。でも直接言われて、一緒にクリスマス過ごしてほしいんですって言われたら、うん、どうしますか？ねえ、その時になったら考えるよね、本当に。そればっかりやばい。ガッキーとかから来たらどうすっぺな、マジで。どんだけのその未来に対しての未知数なあれなんだっぺね。楽しみ。クリスマス楽しみ、ね、というわけで今日もお疲れ様でした。マジ楽しみなんだけど。